それではジョッキーインタビューです。第34回ダービーグランプリを見事制しました、和田丈司騎手です。おめでとうございます。ありがとうございます。まず今のお気持ちお聞かせいただけますか。非常に嬉しいです、今日まず返し馬の状態伺いたいなと思うんですが、どのように感じていましたか。まあ、前走よりちょっと元気なところあって、まあ、でも雰囲気は良かったです。この馬、2歳児北海道競馬所属時に盛岡コース南部駒賞で制しているんですけど、盛岡コースで騎乗するにあたってこう盛岡コースっていうのの意識ってありましたか。まあ、そうですね、2歳の時ですけど、まあ、盛岡走ってるので、まあ、それは強みだなっていうのがあって、はい。今日のレース、振り返っていただきたいんですが、4コーナーで上がっていくタイミングっていうのはこれはもう予定していた通りですか。いや、もうスタートして決めようと思ってまして、まあ、スタートも良かったし、まあ、前の集団について行って、もう3コーナーから自分でハメ取り出したんで、もういいタイミングで行こうと思って乗りました。ゴール前はすごい接戦でしたね。そうですね、一回刺されたんですけど、また根性を見せて差し返してくれましたね。いや、本場ますます今後楽しみだと思いますが、いかがですか。そうですね、まあ、これからまた一段階上がると思います。それではファンの皆様へ一言お願いできますか。はい、今日はギアキングオーが頑張ってくれました。またこれから活躍すると思うので応援よろしくお願いします。ダービーグランプリギガキング号で見事制しました和田丈司騎手でした。どうもおめでとうございました。ありがとうございました。